この時間はズームアップ、毎週火曜日は経済です。明治大学教授でエコノミストの飯田康之さんです。飯田さん、おはようございます。さて飯田さん、まずは4万円台に乗りましたね。はい、これ飯田さんはどう受け止めてますか？そうですね、ここ半年の上昇ペースからいきますと、年内には4万円だろうという声が高かったんですけれども、うん、はい、予想よりもだいぶ早く来たというのが印象ですね。飯田さんも予想より早かった、はい、この4万円はこれ好意的に受け止めていいのか、うん、それとも中身はもうちょっと慎重に見た方がいいのかっていうのは どっちですかね。企業業績から比べますと、はい、4万円は決してもちろん安くはないんですけれども、高すぎるということもないいい数字だと思います。で、いわゆるバブルとは違う、ね、そうですね、だいたい企業の業績上げてる利益の何倍ぐらいの株価になっているかというのが目安になるんですけれども、はい、日経平均でいうとだいたい今利益の15倍ぐらいです。これが利益に比べて高すぎる、例えば20倍ましてや30倍ってなると、バブルなんじゃないかという声も出てきますけれども、現時点ですと特殊に高いわけではなく、かといって、特殊に低いわけでもないということで、一番予想と難しい価格帯だと思います。で、この4万円台にも突入しましたけども、ずっとこう株価がだんだん上がってきてるっていうこともあって投資熱が高まっているっていう中で、はい、子どもの投資教室っていうのもなんか参加者が増えてるみたいですね。そうなんです、もちろんですね、株式市場の仕組みを学ぶというのは、大変いいことだと思います。はい、しかしですね、正直言うと株式市場へ投資するばかりが経済活動じゃないんですね。で、私はむしろ子供に教えるならお金の常識、例えばただで儲かるなんてことはないんだよとか、なんかメダルをえらい高い値段で子供同士で売ったなんていうニュースも、昨日ありましたけどもね。何かましてやね、さっきのこの子供の例で言うと、儲かるものをわざわざ君に売ってくれる人なんているわけないでしょうと儲かるんだったら自分で持っといた方がいいんですからそんな甘い話なんてね。実際ですね、これから株式市場、はい、株式相場を始める方にはいくつか注意があります。はい、それがですね、まず、買うときに、財産資産、大抵預貯金ってことになると思うんですけど、はい、預貯金を一時に株に変えてはいけません。なぜかというと、もちろんですね、運よくとんでもない安いところで買ってとんでもない高いところで売れるっていう、宝くじみたいなことはあることはあるんですけれども、それはもうあくまで偶然なだけで、買うときには、例えば100万円買いたいと思ったら、10万円10回に分けて、買い進むと。なるほど。そうすると結果として高い時に買っちゃったものもあれば、安く買えたものも出ますので、はい、ちょっと長い目で見ると平均的な価格で買っていることになる。で、もう一つはある程度長期に保有する。はい、そんな、なんて言いますか、相場をギャンブルの一種だと思ってやる人はともかくとして、長期的な資産として考えるのであれば、一点買いっていう言い方をしますけれども、はい、一点で買って一点で売るようなことをせず、ゆっくり買って、例えば、老後を投資金取り崩すときにもゆっくり取り崩すと、何かですね、こういった投資ってあるときにドーンと買って、はい、で例えば引退されるときに全部現金にして、みたいなことを考えてしまいがちなんですけれども、これでうまくいくことはまずありませんので、ゆっくり買ってゆっくり売ると。でもう一つ、今度は比較的若い人が気にしなければならないのは、
株式取引にそんなに時間かけて、一体いくら儲かるつもりで儲けるつもりなんですか。つまりはですね、100万200万、まあ、ましてや、数百万程度の資産を運用して得られる利益は年間、まあ、20〜30万いけばいい方、100万はいかないと思うんです、到底それだけで暮らせる額ではないってことですよね。そうです、それだったら自分の本業であったり、ましてや自分への投資の方がよほど収益が高いですよと、で何よりも株始めるとですね、値段が気になって気になって気になってしょうがないんですよ。だからもう会社でも休み時間のたびトイレに立つふりして、お昼休みはって言って、ずっと価格ボードを見ているようになるとですね、一番メインの収入である、あの本業に差し支えますんで。本当そうですね。だから私、子供への投資教室も、そういう試みも面白いかもねと思いながら、なかなか乗れないのは、少なくとも、これ直感的ですけれども、20代いっぱいは株よりも絶対自分に投資した方が、儲けが大きいんですよ。なるほど。いろいろな経験をする。そうですね。資格取る。語学の勉強するとかの方が、収益率高くて、だんだんね30超えてくると、特に40超えてくると、そんなに自分に投資をしてもリターンが高くなってくるから、リターンが高くなくなってくるので、他の会社に稼いでいただきましょうってことになるわけですんで、そういった部分、実は自己投資が一番儲かるんじゃないかっていうのを年齢によってやっぱりちゃんと把握しておいた方がいいですよね。そうですね。そもそもその投資っていうのも、その株価にお金をこう投入するっていうことだけじゃなくって、自分に対してもその投資だったり、いろんな先行投資ってあるんだよってことを教えるのも大事ですよね。そうですね。やっぱりね、上がってくるとね、買いたくなっちゃいますよね。いや、結構多いと思います。ずっと見てる人いますよね。ねですんで、落ち着いて、さらに言うと、自分の手持ちの資産を考えると、例えば 5% で回せれば、つまり投下している、資産の 5%、100万円だったら5万円儲かれば、頑張った方なんです。そうですよね。って考えると、手持ちの資産かける 5% が、せいぜい稼げる金額なんだって思いながら、で長期である意味ある程度ほったらかして、月に1回ああこうなってんだって、月に1回はあれか、週1回ぐらい、ああこうなってんだって思えるぐらいの投資にしておいた方がいいですね。あまりやっぱりこう加熱しすぎるとっていうところね。そうですね。中心に回ってしまうとってことですよね。ですね。いやでも新ニーサもね、1月から始まって、一層この投資ってところに注目してる人は多いでしょうけども、やっぱりこう、短期的な視点で一喜一憂するんじゃなくって、長期的な視点を持つってことが重要ですかね。はい。わかりました。飯田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。この時間は、ズームアップ、明治大学教授で、エコノミストの飯田康之さんでした。ガールズパンチ、バッテン少女隊のバッテン少女隊の春野キーナと葵リルワです。 RKB ラジオでお送りしているガールズパンチバッテン少女隊のバッテンラジオ隊はポッドキャストでもお楽しみいただけます。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google ポッドキャストなどでバッテンラジオ隊と検索してフォローをお願いします。